はいどうも皆さんこんにちは、ぴよちきチャンネルうぷぬしのフィオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回もビッグラン開催されておりますので、そちらに参加していきたいと思います。今回のビッグランは天美術大学にて武器オールランダムでやっていきます。ということでスタート。いやー裏の方でもね、かなり僕はいろいろ何回もプレイしていましたが、いつの間にやら伝説240まで行きましたね、なんでこんな風になってしまったのだろうかというぐらいで、ハイスコアは今のところ122、そんなに言うほど高くもないですが、まあ 50% ラインには確実に引っかかるぐらいにはなったのではないでしょうか。前回の 50% ラインを見たんですが、確かね100いってないんですよね。97とかそこらだったはずなんで、まあそれより時間が経って実力がみんな上がっているということを考えたら、まあ、前回のね105だったらちょっと不安だったんですよね。ということでずっとやっていたんですが、122ぐらいかな。夜ですね。運び屋、これめちゃくちゃいいよ。艦長運び屋はね、しかもめちゃくちゃ狙いやすい武器がたくさん。いいよいいよいいよ、ナイスナイスナイス、入れてけ。なんなら取られないように頑張れ。さあ来てるよ来てるよ、とりあえずかも。オッケーオッケー、ナイス。雑魚処理は任せ。やべ、変に使っちゃった。変に使ってしまった。しまった。普通にこうする気はなかったんだ。力が入っていて押してしまっただけなんだ。おっと、一人。さあ納品数は足りた。あとはどれだけ伸ばせるか。さあ来ています、来ています。ナイスナイス。おお、どこだよ残り。あー、ちょっとな、数が少ない気はする。せっかくの運び屋が、あー、いや、そもそもあそこでなぜ私は使ってしまったのだ。ちなみに今日のね、日付がまたいでからの初めてのビッグランなのでね、かなり緊張してます。カモン、あー、よれと、はい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 。あ、もうラピエリじゃ無理だわ、塗るの。任せる任せる。鉄球かよ。オッケー、いて、くっ、ケイ、ナイス。いい角度からいって、くっ、あー、いつまで鉄球がはびこっているんだこれ。まずいね。さあ蛇は私ですね。オッケー、めちゃくちゃいいとこで倒してくれた。はい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 、タワーかよ。オッケー、ナイス、いい誘導。いいよいいよ、あとはあそこの、そうめちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃいいよ。くっ、3つだけど、そう取れるように。うーん、もういいか。でもまあ34個はないっすよ。さあラピブラとかのブラスタースピナー系が僕は苦手。チャージャーもまあ無理ですけど、言った直後に竹だよ。まあ竹ならなんとかなるかな。
クイクさんが一番いいんだけどね。スクイクインが一番来るならいいのですけども、遠くね。うわー、かぶった。あー、オッケーオッケー、ナイスナイス。あー、もう倒す必要はなかったんだけどね。怖、ここヘビ。うわ、もうこのままいって、さあ倒されるかよ。鮭殴るの早くね、本当に。これでオッケー、ナイス。ほい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 。あー、小鮭がめちゃくちゃ厄介、本当に小鮭。にゃー、マジ。スッパ、あぶねえ。あぶねえ。あー、やられた。だが復活はさせた。いけ、ナイス。オッケーオッケー、けナイス。ウェーブ3クルーバーク。やられる前にやってくる。さあ、ということでクリア。危ない危ない。さあ、合計は104個。まあね、これぐらいはまあ行くときは行くんだよな。最初の運び屋をもうちょいうまくやりたかったですね。さあ、ということで1回目はクリアはしましたが、まあハイスコア更新できていない。多分今回のね、上位 5% ライン、 5% なんでね、まあ140とか145とかが多分個人的には 5% ラインだと思うんですよね。140ぐらいかなが 5% のラインだと思う。本当にね、120とかだったら固まると思いますよ。結構ワーギャーワーギャー固まるとは思います。なのでね、それを考えると、まあ団子状態をさらに抜け出した140、150、いや150は確実に入ってると思うよ。だってマイウェーブ50集めるって、そんなの 5% 以上の人がそんな動きできたら怖いっていう気がしますもん。まあとはいえね、あの実はちょっと 5% もそうなんですけど、同じスコア、ハイスコアを持っている人が少なくとも3人はいる、3人じゃない、少なくともね4人いるっていうことを考えてもらうと、まあね、まあもしかしたらいるのかもってなるかもしれないですね。ナイス、うまい、ナイス。じゃあ私行きまーす。ほうほう、ほい、よく逃げた、えらい。さあ、いいよいいよ。くっ、おぶね、なんか一瞬で塗り替えされましたね。ほっ、ここにコロコロコロ、よいしょよいしょ。これもう普通にダメージ食らうパターン、よいしょ。そう、オッケー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 。おお、まあ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 、いて、ふっふっふっ、ケイ。ナイス、ナイスナイスナイス。これはいける、間に合った間に合った。あとはどれだけ集めるか。残り転がってるのはそこと、そこか。えー、マジ。
マジかよ。そう、そんなにやられる？まあね、残り時間が、いやー、全員が無理したのかこれ。ぽいですね、多分。全員が無理したか。これはきつい。というかあれですね、カンスト頑張って目指したかったんですけどね、僕には無理ということが分かりましたね。いつかしたいですよね、カンスト配信とか。まあいつかすると思います。多分イベントの時、クマフェスとかこういうビッグランの時とかに耐久でねやると思います、カンスト配信。ということでいきましょう。最初はスペースシューター、他は L3 リールガン、若葉シューター、クマシェルですね。クマシェルがすごい爆発してる感じしないんだよな。パン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 。クマシェルの塗りをどんどん活躍させていけ。カモン、オッケーです。カモン。そんな行くな。おお、いいですね。オッケー。ナイス、打ち返し。コウモリとヘビいますね。狙いは僕か、これ僕か、このミソの方ですね。あー、わかんねえけど、ほい、多分復活できた。怖いな。オッケー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 、ほう、あぶね、何体いるんだ、何体いるんだ、ここヘルプ、ナイス、オッケー、持ってっちゃダメ、ぐオッケー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 、つぶせ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 、おお、アタック視界狙われてんな、いけー、ヘビ、いやー、ここ投げてもいいかもしれない、やばい、くー、うわー、全滅、これはきつかったか。ホップソナー投げてもよかった場面かもしれない。まさか死体にヘビがいるとは思わなかった。いやー、周りをよく見ないといけないですね。さあ、遠くを、家の外を救急車が走っている。ワンウェーブで捕まってしまった、やられてしまった僕の心理状態が異常だと判断されている気がしてならないですが、まあ大丈夫でしょう。お、入った入った、ほい、入った入った。これがね難しいんだよね、ペンって。さあ、え、結構ずっと鳴ってない大丈夫。まあしばらく鳴り響いてるかもしれないので気にせず頑張っていきましょう。普通道路過ぎてくものなんだけど、もしかしてマジで近くが、いや可能性あるな。さあ、ということでやっていきましょう。スプスピなんか結構今日当たる気がしますね。今回はラピッドブラスター、スプラスピナー、そしてクマシェルと、おっと、これは、そこまで、もうちょい寄せようぜ。カモンしなかった自分も悪いかもしれない。あー、乗った、ナイス、ほっ、取らせないよ。さあ、オッケー、はい、で、ヘルプミー、ヘルプミー、ナイス、オッケー、そーい、そーい、間に合った、ワンフルヒットでいけないのか、いって、グッ、ブレー。
ででふっふっ、あー助けたい、オッケー、やべえ狙われてんの僕か、これやられた。いやーとはいえ納品数は足りている。怖いな、どうする。うーマジで、そう、いや今の状態全滅することある？残り数秒だぞ、復活してボム投げればもう勝ち確だったのに。うわーマジかー、あの正直結構今へこんでますね。マジですか。いや動きが僕いいってほどではないのはまあ承知なんですけど、まあ褒められる動きをしていないのはそうなんですけどよっていうのはありますよ。ちょっとよろしくなさすぎる。ワンウェイウォッチはちょっと勘弁ですね。伝説だから初心者ではないはずですし、納品数自体は足りてるんだよ。なぜそこで無理をしたっていうことなのか、無理しなくてもやられたのかわかんないですが、どうなんでしょうね。わーお、ほい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 、くそ火力が足りねえ。そういっけい、オッケーオッケー、一人落ちてるな、ね、そうそう、おお横でもかい、ほい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 、オッケー、ほいほいほい、これどうしよっか。あーうまいうまいうまい、ナイス、これは返せ、ガーッ、くそあれ防げないなマジで、ダメ、返せ返せ返せ、オッケーオッケー、とりあえず第1レーブはクリア。あー怖い。さあ第2ウェーブ、単調か通常かどっちか、通常クマシュルですね、塗ってけ塗ってけ、とりあえずカモン、ごめんちょっと回る、あー怖っ、ここで止めちゃう？できればこっち側に寄せたいんだけどな、無理かそれは。まあいいや、もう回ったなら崩そう崩そう、クマシェルの役割的にはこうだよね。よろしくはないかな。いいよこれこれこれ、いや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 、ここだよねやっぱ、ほっここ、オッケー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 、
うまい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 。来るよ。来るけどこれダメだ。3つ入れないとダメ。ダメだ。がーこれはダメか。なぜあっち側に離れてしまった。まあ2箇所でもいいけど全滅しちゃダメなんだよな。あの位置に行くメリットあまりないんだよ。かといって4人ここに固まってもきついからね。そうなんですよね。そこがきついところ。なんかだん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 救急車の音近くなってきてない？お迎えが来ているようですね。さあということで今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。ちょっとポカが多すぎるのか。いやーどうなんでしょう。ホップソナー使うべきだ。いやー難しいなあの判断。3つなら人手で足りると思ったんだけどな。人いるところだったんで足りると思ったんですけどね。小ジャケ云々も。いやーどうすればよかったんだろう。そうですね、バイトのやつでもなんかこうリプレイ機能みたいなのないんですかね。あると助かるんですけど。いや僕の場合はこうやって見れますけど他の人の視点とかが見てみたいんですよね。そうなんかないの。クマさん、クマさん、新しく自分のバイトした姿を客観的に見られる機能を追加したよ。ちなみにこれは業務時間外に当たるから給料は出ないよみたいなね。そういう感じの、そういう感じのさ、ブラックジョーク聞いたような話をしてくれないの、クマさん。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。ハイスコアは以前と変わらず122。てかもうこのまま122のままいきそうですね。まあ多分 50% は絶対超えてると思うのでね、安心して挑んでいきたいと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。